あれからもう1年か。去年と同じ課外キャンプなんですって。もちろん私たちも一緒にね。やっぱ情報の拡散スピードにおいて人類意識への定着化がなされたのかどうかは。あの子たちの世界が大丈夫なのか気になるって素直に。その携帯スマホだよ。あ、いとにかく分かったよ姉さん。たくまくんたちが向こうで撮影した動画や写真をネットに拡散したんだ。それにいつぞやのピエモンやイカ異世界とモンスターのことはすっかりネットの都市伝説として定着したらしい。みたいね。そのおかあの出来事からという間。まるで新たな信仰だな。現代人にとっての信仰とはネットのデジタルなデータによる情報のことだ。そこに存在する情報は人々の手によって更新され、新しく作り、人類の意識はその都度あの世界に向けられる。その爆発的なアクセスはおそらくあの、これからはデジタルデータがあの世界を支えるための、やがてあの世界が人々からデジタルワールドと呼ばれるようになるかもしれないな。デジタルワールドか。おかげで私は新しい研究テーマができたよ。人間の意識と信仰が次元、そのメカニズムは未だに私でも解き明かせない。それはおそらく姉さんの歌がどうして二つの世界をつなぐの。興味深いよ。もっとも学会で変人って言うと私が思うに、土地神としての獣神だった異界のもののけたちはやがてネットの世界を行き交うデジタルな存在へと変化していくだろう。デジタルなもの。ガブモンたちはデジタルワールドのモンスターということになるね。デジタルなモンスター、略してデジモンとでもよく。うん、デジモンってそう、そういう難しい話。たくまさん、今日は1年ぶりの再会なんですもの。そうだね姉さん。さあそろそろ行きましょう。ほら携帯をしまって。わかったよ姉さん。ねえ、きっとまた。ああきっと会えるさ。異世界が変質しネットの世界に拡散したことで彼らの世界はこの世界と近しい存在へと変わったはずだ。再び何かのきっかけで扉が開く日も遠くないはずだ。みんな揃っているな。ハル、みんなのところまで走ろう。あ、行こう。